はい、ゆっきーでーす。今日はですね、こちら、どこだっけ、ローソンで、すげー人気があると言われている、こちら、ホルモン鍋っていうね、ローソンの冷凍のね、冷蔵庫の中に入ってる、売ってるんですが、こちらね、ホルモン鍋、ね、こちらが、ずーっと前からね、食べたかったんですけど、なんと今年、値上げしてですね、値上がりしたんですよ。本来が税込み300円ぐらいだったのがね、今年の5月ぐらいに値上げしたらしくて、100円値上がりしました。税込みね400円になってね出てきたということで、まあ、ね、全然知らなくてね、あれ値段なんか高えなと思って買ったんですけど、そうらしいです。ということでね、こちらをね、食べていきたいと思います。そして問題なのがこれなんですよ。僕のうちはね IH ヒーターしかなくて、でここに書いてあるんですけど IH ね使用不可って書いてあるんですが、まあ、どうやらできるらしいという、 IH しか俺ないんですけど IH でなんとかなるらしいという話がねなんか載ってたんで、ね、そのままね、IH で調理していきたいと思います。ね、ビールでね、ビールで美味しそうだ。うん。調理方法が蓋を取り、コンロに火をつけ、弱火にしてください。このまま火にかけて、とろみが出るまで10分以上加熱してください。だそうです。ということでね、本当に IH で調理できるのか。というのをやっていきたいと、ね、確認ですね。じゃあとりあえずねこの蓋を取ります。ね、これめちゃくちゃうまいらしいんですよ。マジですげえうまいらしいから。そしてこちら IH のね調理器具にセット、そしてポチッとね、これでできるかな。わかりません。これで10分以上ですから、はい、こちら Amazon で購入しましたタニタのね、でかい、これいいです。これで10分ね加熱しましょう。それではね弱火で10分加熱してみます。はい、10分以上経ちました。こんな感じですね。結構ちゃんとね IH でも調理できてます。うん、弱でねちゃんとね調理できてますんで、うん、いい感じにね調理できましたね。うん、それではね食べていきたいと思います。さてね、こちらがね、400円のね、味がね、てか、ホルモンって、そもそも、昔はホルモンって言われてて、だからそっからホルモンっていう名前が来たんですよ。いわゆるホルモンっていうのは捨てるものっていう意味で、来たので、うん。まあ、もともとは捨てるもんだったのに、まあ、だから、本来はね、安いはずなんですよね。だから100円値上げしたっていうのがちょっと理解できないんですよ。僕としてはね、さっぱりね理解ができませんが、それではこちら食べていきたいと思います。はい、どうも。ということでね、先ほど調理したやつをこちら、ラガービール
瓶のラガービールを飲みながらいただきたいと思います。それでは一口目いただきます。あ、結構弾力がある。これ小腸か大腸だよ。白もつ。あ、美味しい。でも、これ100円も値上げしたわけですからね。でもね、これね、やみつきローソンのホルモン鍋、通称ローホルがうますぎるということで、価格は昔は300円、今は400円。こちらにね、あのね、ネギの刻みネギとかをかけてで、焼いて食べるっていう人も結構います。まあ、アレンジレシピ。味噌味の味噌味ですね、これ、味はしょっぱめかな。会社がながら食品という会社なんです。でね、まあなんかね、オリジナルグッズも売ってますね。ホルモン鍋。まあでも400円に値上がりしたからあれでしょうな。これは多分二度と買わない多分二度と買わないと思う。だってこれ入ってるの全部多分白もつなんですよ多分。いわゆるもつ、あの小腸か大腸なんですけど、小腸が大腸だったらね、めちゃくちゃ値段安く買えるんで、あの1キロ500円ぐらいで買えるんですよ。まあ、なので、まあとりあえず。買ってみたけど、これだったら自分で鍋に白も使って味噌入れて
った方が。あ、なんかね、豆腐とか入れると美味しいって書いてありますね。うん。豆腐。あ、美味しそうですね。うん。うん。まあ、丸くはない。うまいんだけどさ。値段が高いよね。卵豆乳とかありますね。なるほど。でもあれですね、豆腐はうまそうだな。うん、この後こう汁が残ってる。ご飯にかけて食べよう。うまい。いや、うまいんだよ。うん。確かにうまい。間違いなくうまい。ただね、今のご時世うまいだけじゃねえ。値段が高くてうまいなんていうのは腐るほどあんのよ。ああ腐るほどあんの。だからそこだよね。確かに俺が金持ちで、まあ、年収、1000万ぐらいやったら、これ毎日食うわ。これ買い占めて、これと豆腐買い占めて、豆腐バー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 って、適当にサイコロ状に切ってビャーって入れて、ブワーってやって、毎日食いますね。うん、豆腐とネギ。うわー、豆腐とネギこれ絶対うまいだろ。完全に。で、ビール。年収1000万あったらこれね、ホルモン鍋。うまい。うまいわ。確かにうまい。ただね、これは気をつけた方がいい。俺以前楽天でね、ホルモン買ったんですよ。楽天で。そしたらね、恐ろしくうんこ臭いの、匂いが。で、クレーム入れたんだけど、クレームっていうか、うんこみたいな匂いするんですけど、
クレーム入れたら、あ、それはホルモン独特の匂いですねってもう言われちゃった。もう何にも言い返せない。じゃあお前二度と買わねえよ。マジでうんこの匂いするので、鍋で煮たらね、大変なことになって、鍋にね、匂いが染みついてね、その鍋使うたんびにうんこの匂いするのよ。なんなんだよ。でね、それ楽天でね、ランキングね、3位か1位か3位ぐらい、1位ぐらいだったんだよね。うん、だから当時その、いや当時っていうか、うん。1位だったんですよ、楽天で。だから俺買ったんだけど、今検索してみようか。楽天で、でもそれに比べたらこれ400円って、これ確か2000円いくらだっけな ?2000 円ぐらい出して、買ったんだけど、400円でこれだったらまあ、なって感じするよ。楽天でさ、1位だったんだよな。ああ、今多分ないっぽいな。購入履歴を見てみましょう。上ホルモン、かっこ味噌味 400g×3 袋入りで2000円ですね。1980円で買いました。うん。これが恐ろしいね、匂いがする。恐ろしいほどのうんこ匂い、うんこの香りがする。恐ろしいうんこの香りがする。なんか袋に詰められて、上ホルモンって書いてあって、3袋届いたんだ。いや、恐ろしいよ。よくこんなの売ってるなって感じ。これ URL 貼っとこうか。あとで。恐ろしい、まずさ。うんこの香り。まさに本当にうんこの匂いするんだ。でね、レビューもね、すっげー高いのよ。全部のレビューが2820件もレビューがあって、めちゃくちゃうめえっつってビャーって書いてあるのに、あれですね、恐ろしいほどのまずさ。これちょっと URL 今度貼ってこの下のね、下の詳細の方に書いときますね。二度と買わねえよボケって。いうことで、あちちあちあちということで、こちらをかけまーす。うわーうわ、まあそう考えれば、クソみたいな楽天のもつ鍋の2000円で3袋に比べれば全然美味しいっす。全然美味しいっていうか、もううますぎて泣けるレベルの。だから、値段を無視すれば、うまい。っていうかもう、うん。これ400円でしょ ?4、520 だから、楽天のあれ買うよか、これ 5個買った方が、100倍ぐらいマシだな。マシなのは間違いない。楽天のあれはすっげえまずかった。恐ろしいほどうんこの匂いして。悪食の俺でも、うー
うわーって言いながら食ったけど、もったいないから全部食ったけどさ。あ、うめえ。あ、あ、うんまい。これしかもね、その楽天のね、あのホルモンがさ、すんげえ噛み切れないのよ。もうまさにゴム。これはね、ちゃんと噛み切れました。うん、もうまさにゴム。全然噛み切れなくて、何これって感じ。これ食べ物かっていうレベル。あか、あか、あか、まあそういうことだよね。まあローソンのねホルモン鍋食べてみましたということで、ご視聴ありがとうございました。